天馬プロとやりたかったです。天馬トッププロとやりたかった。浜田大先生なんでそんな俺を持ち上げない
途中でもらえても、すべてやられない。相手を振られるために飲んでしまう。かけらもなくな
んだん腐ったゲーム。暑いよ、もう。超日焼けしたもんね。やばかった。終わった。出れないぞ、あれはね。ないけんじゃねえよ、捨てる。ないけんじゃねえよ、捨てる。なんかポイント中に、ああもうずっとですよ。俺、あれだけど見やすくるとそんなけど。なんで俺、なんかあったと思ってたんですよ。ああもうって、なんか回っちゃったんかな、みたいな。よし。拾われた。
スイーツも感じない。そうなんですよ、家から持ってくればよかった。眩しいですね。なんでそれなんですか。え、感情豊かなんですよ。よく言える。いや、ないなって出てる。あんま欲しすぎだろ。水筒がない。それじゃなくて、あ、これじゃない。今水筒なくして泣いてるみたいな。そうだ。コートじゃないの。よかったよ。ナイス、よかったって。よかったよ。ダメだよ。よかったって。でこんな感じで、ね、マクドローバーとかで大丈夫です。ダメだよ。ナイス、泣いちゃう。目立つね、ダメなんちゃうか。いじめられてるときやればいい。待ってよ、お前持ってるから。いじめられてるって言ったら、いじめられてる人はただこいつが持ってる。いや、でも俺はバッグの中にいますけど、あったら面白いです。あったら、マジあったら笑いで終わらせよ。全く一緒なんですよ。結構ガッツリ俺飲んでるから確かに入ってるかもしれない。3、2、まあいい、1枚ずつ。あったら超面白いな。あってほしいな。あったら超面白い。あってほしいな。面白いな。この辺から。あった。ありました。あ、いじめられました。はいはい、ごめんなんて。いや大丈夫。いや、何人も飲んでたんだろう。そういう声。いや、俺の俺入った。間違えた。お前っで、めっちゃ面白いこと書いてる。あ、いやいや、そんな萎えないんだ。関係あるの。関係あるの。関係あるの。商品の商品の商品3と4。商品が3位に変わります。変わるらしいです。4位の方がいい。ただどうやってうまく負けるか。死に方痛いんでやめますけど。勘違い。先に言った方が勝ちですね。商品物がすげえ下、4位の方がよくてさ。物が次4位の方が良くてさ、金の3位の方が良かった。やばい、マジで。金もらえて。3位の方が金もらえて、3位の方がいいの。でも、4位の方が経費に良かったから。でも2000円くらいだったら6円。いや、なんか良かったよ。よし、マジで。謝んなきゃいけない。彼がちょっとした感じでハマっちゃって気づいちゃったけど。でも、ちょっとさ、あの、おい、ごめん。あ、スリーってじゃあ、勝ってるでしょ。はい、先にちょうどハマってんの。1本やばい、なんか超軽いぞ。1本、強いと。ありがとうございます。やばいよな。あとから死んでね。それも慣れてるんです。あー、なんで取れないの。なんで取れないの。切り替えで使える。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。茅ヶ崎選手ってますか。多分ね、寝るんだろう。続きまた、お願いします。当たんないことだけど。お前の手は当たりたくない。いや、いっぱい当たりたくない人いっぱいいるんだ。みんなだってローンの人たちとかさ。
大丈夫ですよ、僕たち一回戦僕ひどかったんですけど、いいよ、ずっと持って一回戦に当たれば大丈夫。あ、本当に一回戦だと結構したらじゃあ一回戦当たるようにちょっとお願いしてみようかな。またお願いします。じゃあね、お疲れ様ですよ。さあ、一回戦眠かったな。でも俺がないな。逆だったんですよ。2回戦から2人で来た。フォア掴んだ、マジで。フォアの話はどこだ。はい。これ負けたもんね。はい。そうじゃね。そうだね。逆だ。あ、そうだね。両方来ても完全に持って帰らない。両方どっちで来ても、両方どっちで来ても多分先取りやれば勝てる。片方がね、片方にやられた。もう片方に。ちょっとダブスだけ。ダブスだけっすか。うん。ダブル？弱い、弱いんだよ。ダブルダメで俺と出るんじゃん。ダブル大学の予定もあるじゃん。俺いつでも出れるよ。そうね、試合って言えば全部いつでも休みだ。14で変わったな。それええな。もっとできるよ。シュートも出たりする。そうや。14であるから。勇気回線とも頼む。何で俺超足いっぱい。強すぎ。お願いします。もう俺が頼む側だから。もっと強すぎ。全然2本目。はい。え、でも俺何層結構崩れやすいんだよ。やりやすい、左だから。全然、あの、下手に上手い人でやるよ、全然。やりやすくね。後ろ硬いし、サーブいいし。忠実だよね、これ。誰のでも詰める。あ、でも抜けたからか。ごめん。ユウさんはワンダ。いい勝負だな。やっぱタイプに似てね。うん。そうか、そうか。ハケンさん。抜いたけね、ちょっとタクマに抜いてる。いや、いいや。うちでこれ一回打ち切るか。え？
なんだっけ、アプリガードっていう、それとキノコ玉みたいな、えぐいぞ、それ玉、キノコ玉いいっすね、こっちですね、こだまいいですね、いつでもうんこだま、こだまいつでもこうですか、またまだこれこんなんですか、はい、手出して絶対押せるよ、絶対押しね、こだまがあれに、あれで首相に指示して動くけど、そうなんです、首相じゃないですか、こだま今回一緒になった、去年はそんな感じだったかわいそう、後輩たちがこだま嫌だって言うって、嫌でしょ、来年はもう勝手してる、だろあれでしょ、引っ張れるよ、優しいよ、でも稲垣さんが慣れてるから大丈夫だ、今回のエンドさんに強さしてる、稲垣さん一人しかいなかった、全然一人しかいなかった、稲垣さんエグだったの、エンド先輩強さしてる、何エンドだって強い、珍しい時代は止まる、鈴木貴子プレイスタイル、鈴木貴子鈴木貴子いるよ、鈴木貴子バテンじゃね、ごめん、じゃあ次挟まなきゃな、落ちてる場合じゃないよ、また泣いちゃうよ、そんなこと言ったら、音量しない、終わるじゃん、音量しない、大学までにメンタルを強くする可能性あるから、いやーしかも来る可能性の方が高いですね、昨日監督が来たぐらいです、ここにどこ、あれで俺らラケット振れないよ、やべやべ、俺がラリー続かなくなっちゃう、監督怖いな、今日怖い、声小さいのに、声小さいのに勝ち込んでくるんですよ、あ、俺らのとこ終わらせたい、それねえよ、全然声張らないのに結構ディスだったな、もごもご言うでしょ、俺らジョップのしかも1月1日なんで結構和やかにやってて、和やかって結構こわわんってやってた、そしたらなんかやったぞ、なんかお前ら勝ちに執着しよう、すいません、その頭でその金髪までいったもん、みんなが言われた、全然言われたけど、言われたような言われてもよ、ファンキーだな、おしゃれならいい、グレてる方が心配したそういうのもあるか、言ってたし、言ってたし、今からもうアゴグなんだから勝ち切れないと、だから髪型のこともまだつけこない、どっちだよって話、一番男なんだ、立教とかみんな金髪じゃん、立教とかみんな金髪じゃん、ですよ、立教みんなじゃないですよ、1年生とりあえず染めてます、そうよね、やばいね、そうよね、やばいね、俺ずっとクリス渡辺先輩も染めてるよ、あるの染めてる、染めてやっぱりできる、できるできる、あ、わかんないっすか、わかんない、それは染めてるよね、え、これ染めてるように見えない、こっちは見えない、染めてるように見えない、でも、ショーから俺見たらさ、ショーから俺見たらさ、仕事してるから、めっちゃ黒いんだよ、明るいから、でも直したほうがわかんないって言ってるからさ、俺染めてる、染めてないし、分かってるから脱色、地毛が金なんで、脱色して入れたの、ハイブリッジ、ちょっと抜けてって普通のブリーチあるじゃん、そうやって普通に茶髪になって明るくなっちゃったから、ちょっといけるかなと思って灰色系に行こうとしたんですか、全然違う、シルバーっすか、あ、だからちょっとそんなっぽいのあるんです、ちょっとこの辺だけなんかイメージあるけど、シェイドウルフみたいな、そうそうそう、ギャツミンです、失敗した、失敗したんす、あれ出たらかっこいいよね、結構、
わかる目に描いた。これ泡のやつで、プラチナロープ。これも泡で。あれなら無駄ない。無駄ない。無駄ないけど結構痛まない。くそ痛む。だよね。ビビった、わかんない。前染めた時は。俺トリートメントしようかな。トリートメントしようかな。ビンテの君し、トリートメントしっかりしよう。一回見たいの。それで、一回見たいい。サングラスして。青学、めっちゃかっこいいのサングラスして。青学の渋谷だよ。青学って感じ。はい。はいって言ってほしい。いや、青学って感じだけど。わかんない。一回さ、モヒカンにしてる。横バリ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 取って、ここ金髪にして、スタンダースして、ウドじゃない、それでダウンしてる。スポーツ狩りのがいいって。このゲーム、めっちゃ頼もしいよ。スポーツ狩りのがいいんだ。いいんだ。ワイヤーそれ。青くバットとかでボールあるの。なんか、室内で、このまま入ったらもう。いやーしゃーいやーもう全然走ってない。見たよ、もうお前、あれだもんね。青山の旗をはめられたもんね。青山の旗あるじゃないですか、青山の旗。あれ練習絶対掲げ、練習でつけなきゃいけないですよ、旗。俺、松田広げてるこの旗があるんだけど、これちょっと広げてみていいよ。広げて、敷いてみて。これずっと敷いて上に敷いてみてって言われたから体育座りしてくしゃべ取られて乗ってない絶対ダメだよ。乗ってない。なんでえ、お前体育座りして広げてピースしてみて。あれすごい、落としちゃいけない。さすがに踏むのはまずいって俺思って。落としちゃいけない。落としちゃいけないんだよ。あ、めっちゃもらうのに。知らねえ。でも試食とかさ、アホで食ってる。いや、この通り。じゃあコンビニ行かない。コンビニ行こう。めっちゃ跳ねられるかも。コンビニ行こう。うん、まる。疲れた。疲れた。コンビニ行こう。オッケー。え、バイクで行くの。日経事件付きじゃん。ダメっす。ダメっす。もう帰る。大丈夫大丈夫大丈夫なんでまた面振りするんでしょ。見たくないよ、そんな。そんな見たくない。わかんないっす。いや、カット。いや、カットが負けるじゃなくて、面振りしてるかなと。どれ食った。それで考えよう。俺まだナンスで組みたいのに。Thank you.
強いです。何も入んないわ。ラケットはもう大丈夫。自分が選んだのに、ゴーグラケットだけで。
あれなんか渋谷さんみたいな。マグナフィフティ。まあそういう地球系。簡単に言うと、すごいダサく言うと、カブ。カブの、かっこよくしたな。スーパーカブ。俺のバイクとボックスしか分かんない。うん、レッツアドレス分からねえ。ボックスは次にラケット入るから最近スーマーがいいっすね。うわー、はい、じゃあここら辺が開くんで、ここら辺から開いてさ、大丈夫、改造すれば車庫は低くする。かっこいい。いや、どうしようか。上入るかな。よく知ってた。チュアで。チュアで乗ってた。やば。結構会場と肩を組む。嘘しよう。割とガチです。やば。月1ぐらい。月1ぐらいで。たまに気が向いたら。あ、つく。ヤンキーやん、貸してくれました。原付きだ、原付きはあったかい。はい、でも無面で、マジェスティ渡りますマジェ、無面で俺二血され、後ろに乗ってたりとか。マジェスティ万事のマーク簡単に言うと万事のマーク一個なんか俺のバイクの発売バフラーが取れてる。音うるさいっすね。渡辺孝さんしてる。渡辺孝さん、アキラじゃない、アキラ、あのヒントだよ。おーダミダミシーザー、明日からエビナさん、あ、そっか、あ、だる。